九龍湾駅の様子メガボックス九龍湾とは、香港の九龍東部の住宅地、商工業地域のことである。この地区の行政は、堤区に属している。地形の湾としての九龍湾は、旧慶徳空港滑走路の西側の湾を指すが、町としての九龍湾は、旧空港東側の埋め立て地、かつ地下鉄間、堤線九龍湾駅より、西側の地域を指す。かつては、旧慶徳空港に近い立地から、物流会社の倉庫が多く、軒を連ねていたが、空港閉鎖後は、日系フォワーダー等を中心に、倉庫は、湾、青い湯などの地域へ移転していた。また工場が多く、地下鉄の車庫、バスの車庫などがある、交通基地としての役割を果たしている。香港全土のエレベーター、エスカレーターの点検、許認可権を持つ香港政府機関、貴殿工程所の本部、香港タスク係総部などの政府機関があり、広い平地を活用して運動場、公園、体育館などがよく整備されている。また、湾仔の香港会議展覧センターができる前は、香港を代表する国際見本市会場であった国際展望中心のアジアエキスポに譲ることとなった。そして、工場街、物流倉庫街としての顔を持つ九龍湾のイメージを変えたのは、一大ショッピングセンター、メガボックスの開店である。ここには、アイススケートリンクがあり、また、モスバーガー、ベスト電機など、日系の店も進出して、今や、東九龍の話題のスポットの一つにおり、香港在住の多くの日本人も、車などで買い物に訪れるほどの盛況ぶりとなっている。メガボックスは、地下鉄九龍湾駅からはかなり離れているため、駅からは無料のシャトルバスが頻繁に運行している。なお、モスバーガーは、九龍湾のほか、香港では堤のapm、左官角のランダムプレイス、香港島太古城のジャスコ横に出店している。九龍湾駅前には、また、徳福広場と呼ばれるショッピングモールがあり、駅と直結している。ありがとうございます。